全員殺してやったわ。キルペガセイ。タスも終わってない。お、今日引くね。もうバチバチに、バチバチにキルかましていこうぜ。はや。おい。おい。多いな。あ、一人ちょっと展望のなんかね、左上っていうんですかね、ちょっと奥まで行けなかったから、入り口のちょっと左上、展望の天の真下ぐらい、うん、まあ、タスクの位置かな、うん、らへんかな。コミュ中にメイヤーさんが直してくれてるのを確認して、うん、出て通信室に行ってるんで、コミュ終わってからか、まあ、コミュの後半ですね。いや、コミュ終わってからだと思う。俺も出て、今、リアクターの下にいるから、うん、伊豆さんは俺が直して、出てきてる時には入ってきてないから、直った後に入ってきて、多分殺されてると思うんだけど。キッチンにガミ、ナナ、桃太郎。で桃太郎です。あ、桃太郎です。あー、なるほど。桃太郎、ね。じゃあ、中野アルマに僕、白打ってる。アルマで白出るんだ。うん、まあ通信側直してるし置いてかれてます。あ、そうで、畑迫が代わりに入ってきてるから、タスクのとこですよね、展望台の位置を。まあらへんらへんだけど、タスクのタスクをしてたっていうよりかは移動中に切られてる、うん、はいはい。じゃあ白 D かな。高田さんって逆に僕のことどこで見てますよ。え、上部エンジンから俺原子炉下るときにアルマが下から上がってきて上部エンジンが、あ、はしごれ政治だったね、高田さん。サントスどこだっけ。私しょって左の方で、そのさっきのあのキッチン3人組と滝木くらいまで一緒でマシュマロ焼き終わってから、その3人組と解散して、私がドロップシップ保管庫の上路拾って上上がろうか悩んで上がらず、保管庫と宿舎の間のあそこで、砂タスク終わってちょっと動いて終わりです、うん、で初めの方は左でいるけどその後死人ないんで浮き位置です。下ルートから切れる人物かな。下ルートジップラインじゃないの。高田さんって今最後どこまで行ったんですか。ジップは無理ですよ。俺は温室のちょうど右側のところのキノコ取ってる。まあ右のところ。あれ通信室にしたい。そう、展望です。展望、展望か。展望か。あ、これ展望なんだ。あ、じゃあ、じゃあ届くわ。いつ上がったの。じゃあ届くわ。まじ10秒以内とか。いや、もっと短いか。もっと短いと思うよ。高畑。俺も入る。俺も全然入る。サントス、うん、あら、高田さんが死ぬんだったら、いや、どうなんだろう。
あれ死人はないっす。見てない。今回ガミさんには白打てます。そうっす。僕的に畑坂は大丈夫かな、うん、右に宝さんは多分いないっすよね。いないと思う。右結構人多かったから右ないのかなと思っちゃった、うん、私も。ほう、右にいないんだったら僕目線竹雄さんとか奈良子さんも、あ、奈良子さんはまんちゃん弁当があるか、展望台の。俺キッチンで焼いて魚裏返して焼いてそのまま出て停電直そうと思ってカフェテリア行った時にアルマ君と合流でそのまま、ボタンを押しに行ってないけど、そこまでで死体は見てないし高田さんも見てない。ね、サントスさんってこのターン塩出ます？いや、畑底から、リアクターのところで解散して最後、温室の右下のところまでの温度調整のところまで行ってるから多分シルテない。ただ、多分右にいない前提なら厳しめくらいが出るよね、畑底に干渉出ないけど。うん、そうですね。まあジャングルとか研究室ギリいけると思うから、まあいけるとは思うけど、うん、そう、キルはできるけど左にいる想定だったら介入できないっていうくらい。右にいる前提で白出る人って誰ですか？タケ、ハッター、あ、ごめん、右にいない前提で。いない前提。タケ、ハッターは出る。ガミさんも出る。タケ、ハッター、ガミ、タケ。まあ、僕も気持ち出してほしいけど、僕展望台に奈良子さん置いて、今あの右側のはしごを下ったところなんですよね。原子炉に入るぐらいのとこ。右にいない。で、ギリギリ目の前で竹尾さんが見えてて、僕は。まあいるわな。右にいないの誰これ？アルモも？俺もいないよ。皆さんどこですか？俺はね、ドロップシップ脇、カフェ、あれそうだよね、ドロップシップかカフェ脇で、スプラッシュのタスクだけやって、キッチンに入っているところ。奈良子さんも右だっけ？奈良子さん左だっけ？奈良子さん右だ、展望台右か、じゃあ、アルモもあるな。まあ、奈良子さん無理そうだな。トタさんか僕で塩出ます。僕からトタさん。いやー、分からん、アルバクの行動が分からんけど。あ、じゃあシリフです。2秒以内ね、2秒以内シリフで2秒以内。そうなると結構メイヤさん怪しくなってくる。で、トタさんは無理。はいはいはい、メイヤさんに入れました、1票。畑坂です。メイヤさんの現行犯です。あ、コミサボ中だから、畑坂とのローラーで大丈夫。一応ストーリーを、俺が通信室の左の扉を開けて入ったら、通信室直すところの前にいる畑坂がトータさんの死体の前にいて、俺がすぐレポートかな。原子炉に慎太郎さんを置いてきて扉が閉まったんで、僕は開けて先に出ました。で、そのまままっすぐ上に行って、原子炉で何だっけな、バルブのタスクみたいなのをやっぱ拾ったから、通信室の方の方が効率いいから通信室向かって、左だけ開いてたから左から入って、到達さんが直してそうで、それを切る麺屋さんセルフの方が早い。おー、まあ畑坂の方がいいストーリーやいいかな。いや、これねマジでキルクルマジで今上がって1秒とかだから、死体が立ってるとか、もうその場で切ってるとかの方が信憑性あるとは思う。まあ初手含めて畑坂とローラー大丈夫だと思います。畑さんって2キル目で来てんだっけ？2キル目君、あれ2キル目キビしし、初手は麺屋さんから白が出るはず。僕はコミ中に展望を抜けて通信室に行ってるから、麺屋さんがその後も最後コミ直した後に通ってるでしょ。あ、最後は見てますよ僕が、畑さん。じゃあ初手キルは多分サントスさんだわ。高田さんが死んでるから初手は畑さん無理だね。最後の最後だけ目を離してるけど、弁当入れ移動してキルする時間はない。いや、竹尾さんの後ろを追ってってるから俺は。ああ、そう。うん。まあ、畑坂サントスで、僕目線は。そこ行ってやれ。うん。白だ。なんてこと言うんだ。そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。ファイヤー。なんてこと言うんだ。よーし、全員殺してやったわ。
何を3人全員殺しちゃったわ。なんだご飯キルペガセイ。もう終わってない。確かに平野さんってあんまり変わんないですよね、顔。うん、え、そう。そう、ちょっと高田さんを傷つける話さっきしてたんですけど。ひどいよ。内部ドア閉まってたけど。あ、だから通信室の左側で開いてる。うん。バルブのタスクの派生先は通信室でしょ。はあ、はあ、なるほどね。予算切る。あと僕は。まあまあ、対抗になる前から目屋さんにって言われてます。私はタスクをついたくない。タバコ持ってこーよ。あ、まあ、タンズリでいいかなって思っちゃうけどな。はいはい。で、今上、ガミさん直してました。はい、直しました。多分、ロラしたらタスクきつくなりますよね。なる、うん、なる。じゃあタンズリでいきましょう。したくない、はい。現状も結構大変。まあ、可能性を一旦残しといて。でもあのターン確かに畑さん原子炉でそのタスクやってるの僕見てたんで、なんかとっさの言い訳にしたらうまいなと思ったから、割と信じてもいる。畑さんっぽなー、畑さん。畑さんキルじゃない多分。畑さんキルって初手だっけ。2キル目、2キル目か、2キル目か、2キル目だ、2キル目、2キル目、うん、右だった説明。名屋さんは両方できるんですよね。できる、うん、あー、そっか。いや、宝さん右いないと思うから、うん、左だと思うけどなー、あのターンは。もメイヤー3節があるのか。うん、白落ちしましょう。また2軒目私の若干白目上げてくれたし。いや、もう3投寸できますけどね。急にはしご外してきた。急、え、でもできるけど厳しめって言えてくれたから。ああ、まあ、そうですね。そうそうそう、でもそれ十分十分十分。はいはい。めんどくせえタスクのことだ。いろんな分からなさいなら、俺は慎太郎、伊豆、高田。分かりにくいっすよね、マジで。アルナも結構分かりにくいか。あ、議論。うん。分かりにくいのは。やろう。誰やろな。一番が。慎太郎はマジで分からん。僕もそうですね、慎太郎は。うん、お、うん、ガミさんはね、リアクターの左側の通路下に行って温室側に向かってたと思う。3秒以内っす。へえ。停電も僕がカフェで直してる。奈良子さんってガミさん見なかった？見てない。温室いたよね。俺は温室にいてないよ。保管庫の方に旗さこに見られてるよ。うん、そうです。停電中に一緒に保管庫の給油の入れる方のタスクやってます。で、置いてかれた。で、ボタンが7個さんだからすごい印象いいです。僕は多分キッチンが密室状態のままで魚釣ってる最中です。初めの方は左で死にあったけど、後半はあれ誰だっけ、左の方で始めた。アルマさんだ、アルマさんだ、アルマさんだ。スプラッシュの筋トレ、アルマと僕ですかね。そうだそうだ。で、その後キッチン行って密室になってみたいな感じで、まあ浮いてます。慎太郎摂取1、上部エンジンです。あれ、温室にいた人って誰？さっき5秒前ぐらい、ガミさんなんじゃない。ガミさんか、じゃない慎太郎さんか、サントスさんぐらいしか該当する人はいないです。僕はそのこのターン温室には絶対行ってないよ。同じく行ってない。ごめん、なんか名前見えた気がしたんだけど違うかも。え、それがガミさんの説はない？なくはない。タロちゃんは誰かに見られてんだ。いや、僕は浮いてる。通信室ターン巻きで、そこから鉱山行ったり、どうたらこうたらで。あれ、旗？アルマさんから旗さこに多分白が出て、ナナコさんが？いや、ナナコさんから出ます、僕が。あれは、あの旗さこに白が打てるよ。ナナ旗？ナナコさんも僕は印象がいいって感じです。保管庫の停電中に切られなかったから。うん、ナナコさんってその、何をしてからボタン行ってます？保管庫で水入れをやった後に、停電になって、停電が、開けてミーティングルームでも即ボタン押してるっていう状態。戻ってってボタンって感じですか。カフェ行こうとしてやめてって感じですか。さあさあさあ、まあ旗がな、無理そうっすけどね。なるほど。ど
上側からだったら、まあそこに行きの情報が芯だったら、うん、あとそこは私視点でもさっき言った左入れ置いてきてるから、シンプル3芯だと思うけどね、うん、僕も竹尾さんよりはサンドスタンダーは正しいかな、あと2個タスクを、私がタスク一番遅い魚を、あと4ぐらい魚あるんだよ、頑張れ。わかりにくい人。工藤丸。いや、工藤さんか。確かに議論ではわかんないかも。そう、議論ちょっとわかりにくいか。確かに。人が透けにくい人ですか。そう。僕はあと竹尾さんでしたね。ああ。竹名神。早いね。サポリエン。ガミとかも分かりにくいとき分かりにくいけど、ガミさん分かんない、確かに、うん、そう、あのガミさん分かんねえよ、あ、分かりやすいときは単純に諦めてくれるから諦めないときのガミは分かりにくいその確かにそう、諦めてないときのガミは結構分かりにくいけど、本気出したら強いみたいな全く誰とも出会えてない。あ、そうなんだ。やっと出会える。こいつか。このみんなの幽霊具合から考えてる。いいね、いいね。うわぁ。スキップ。タスク終わりました。スキップ。もうタスク終わってるけど。終わらない。負けか。サントスさんがジェンガイで終わるんだけど。ま、僕は直してるから、まあ、これじゃない。直してるか。展望台で死体発見で、上でサントスさん重なってたんで。いや、多分、間に合わないと申し訳ない。いや、これワンチャンね、マットいないです。僕目線あるよ。いいぞ。あれ、いや、まあ、村目線僕のジェンガイあるかもしれないけど。まあ、タスク終わんないんだったら、サントスさん入れてほしい。負けになるんだったら、サントスさん通っていいかな。生きてたらスキップしてください。いや、サントスさんマットだったら、多分、畑坂はまず、インポスターがないので語るけど、サントスさんがマットだった場合、サントスさん釣った時点で負けになるよ。いや、でも、もうそもそも PP だから負けですよ。あ、違う違う、畑坂、時間かけたらさ、タスク終わっ、俺終わってねえもん。いや、だからタスク僕は、終わりそうなんであれば、無理ですよ、多分。タスクは無理ですよって言ってます、僕。あ、無理か、ごめん。無理ならもういいやつ。2個だけど、もう場所わかんない。あ、ちょっと一応手堅く行きたかったんで、なんかすいません、支援っぽくなって。ナイス！セリフいないよ。隠れ住み出したかったんだ、僕は。梅谷くんが頑張ってくれたから。ナイスー！素晴らしい。いい追い込み。よくセリフ持ってったね、2枚目で。いい追い込みだ。怖かった。なんか望遠鏡を覗いたら犯罪者いたんで。確かに。どこで死んでたんだ、キッチンだね、お兄貴は。うん。ああ、釣りか。釣り行くって竹尾さんボソって言ってたから。無理だ。ナイスだ。ワンチャンミーティングかと思ったな。はあはあ